マセラティは特別協定により在日イタリア大使館に新しい代表者ギブリハイブリッドを提供することを発表しました。マセラティ初のハイブリッドモデル導入。マセラティは特別協定により在日イタリア大使館に新しい代表者を提供することを発表した。イタリア外務省が数年前から取り組んでいるハーヌシナベルで プロジェクトの環境保護方針に基づき、ギブリハイブリッドを導入するという。今回導入が決まったギブリハイブリッドは、マセラティ史上初となるハイブリッドパワーユニットを搭載するスポーツセダン、電圧 48V のスタータージェネレーター ISG と電動スーパーチャージャーが、2.0L4 気筒ターボエンジンをアシストし、 爽快な加速とスタイリングが魅力の一台。